さて始まりました、鉄チャンネルです。さあ、タダビに関しての、はい、続報というかタダビへのお願いという動画になりますけど、やっぱり誤解を生んでしまったり、違った解釈をされてしまった方もいて、ちょっとやっぱ当事者たちじゃないと状況がわからないっていう感じだったんで、そこはちょっと申し訳なかったなと思います。まあ、かつてのね、先生たちもいろいろと反応を示していただきまして、はい、ありがとうございます。それで、まあ、なんでね、訴えるんだみたいに結構来て、ひどいだろうみたいになるんですけど、動画をまあ残すためのことなんですね。で、まあ今でもその訴えってめちゃめちゃ大変なんですよ。裁判めちゃくちゃ大変なんで、それよりはお互いがまあウィンウィンな形でというか、何かしらのまあ妥協案だったりとかでいければなと思ってます。ただ動画が消えてしまう可能性があるので、その動画の権利、他のチャンネルで流せる権利だけでももらえないかと。で、それでもウィンウィンにはなるはずなんでね、こっちで流れたので関連動画としてタダビ側がそれでおすすめに上がるとかって出てくるんで、で、まあ僕と総先生の動画なくなってしまったら、もう収益タダビなくなっちゃいますからね。だからそのね、関連動画とかでなんとかまた向こうの収益も増えるっていう状況を作れないかなっていう提案をしたんですよ、実は。で、僕ら、まあ、わかんないですよ。ユーテラなのか、このチャンネルなのかわかんないですけど、そこに動画を置いておくことができれば、タダビ本体にまあ何かがあってね、もう売ります、チャンネル売りますってなった時にも、動画を残しておくことができると。で、さらにはまあ他の動画に関してはね、まあそこに関しては僕らは当然、それぞれの先生たちの話を聞かないといけないので、まあ何かしらの形で残すこともできるんじゃないかっていうのは話したんですね、その話で。その後、まあ連絡をしても何も返ってこないという形です。で、向こうとしてはまあ何かしらの事業をですね、このタダヨミの事業を売るっていうのがまあ一番のこの状況を打破するみたいな形にはなると思うんですよ。なので会社を売るのはね、非常に難しいんですね。会社って株主がいるじゃないですか。で、だから株主がまあまあすごい人たちがいたりするので、その方々を相手にするとかっていうのはできないんですよ、はい、僕としてもというか、どの企業もできません、まず。だからまあいろんな企業と話したりはしたらしいんですけど、だから会社を売るっていう選択肢はないんですよ。で、会社を売る選択肢はないってことは、もう事業ですよね。そのタダ呼びというその動画を提供している、その事業をどこかに売るっていうのがまああるわけです。で、そういったた話も考えられるんだけど、ただ価値があると思って買ってくれるところがあるかなんですよ。まあ、だからのチャンネル自体はね、大きくはなってはいるけれども、収益としては全然なんか会社として赤字になる収益ですから、まあ新たな動画を作らない、もうあのままだけでお賽銭箱が置いてあるっていう状況にしといて、ただただちょっとのお金が入るっていうのにするんだったらね、すごい安い値でね買うんだったら、それはそれで意味をなすかもしれないんですけど、でも当然さっき言ったように、それぞれの先生がそれに納得するかっていうのがあるわけじゃないですか。向こうのその会社に全ての権利があるって言ってやるけど、絶対先生たちもそんなのありえないじゃないかっつってね、勝手に売って他の会社にって言って、一人一人の交渉とか始まったら、それは買う側の会社からしたらとんでもなくめんどくさいことじゃないですか。で、しかもその前の会社がね、やってたことなのにね、契約は。で、契約書は自分自身はその、まあ、他の先生にも言ったけど、他の先生も言ってましたけど、違反というか契約は、まあ、違法性がかなり高いものだったと。で、まあ、一番は、その、ちゃんと黒字化して、何割かの部分を、広告収入の何割かの部分を先生たちに還元しますって言ってたのに、結局は黒字になんて絶対ならないようなスキーム。だったと。給料みんなもらってないって言ってたけど、実はもらってる人がいたし、だそれはまあ合意した経費っていうところに違反してるわけですよ。で、接待交際費もおかしいと。そんな僕らが何も合意していないのに使われているとといった面もあったりして、納得がいかないよっていうことだったし、まああとは結構いろんなところにね、違法性があったんですよね。ぶっちゃけて言うと、まあだから契約書が当身の契約書とアイドルの契約書を混ぜて作ってるんですよ。だからね、おかしいの。不当な契約的な。まあだからそれはなしでとはなったんですね、僕が辞めるときに。そのね、だから一定期間授業、映像授業しちゃいけないっていうのがあったんですよ。ただ同業他社に入ってはいけないみたいなのがあって、いやいやいや、0円で。無料で働いていたのに、同業他社で辞めたら働いちゃいけない、死ねってことですよ、それ。先生たちそんなの生きられないじゃないですかって言って、そこは抗議してなしにしてもらったんですけど、僕はそのまま YouTube あったから生きていく術は一応あったけれども、でもいくらなんでもそのね、
もう映像授業しちゃいけないとか、他の団体に所属しちゃいけないみたいなのは、それはダメだと。まあ、アイドルってこういう契約結ばされてんだなっていうのはそこは知りましたけどね。まあ、当時はそんなのないんで、ということもあったりして、まあ、そこはなしにしてもらったんですね。僕自身も。だからユーテレ始められたのはそういうことです。そんなことが実はあったりしたんですけど、あそこ今ね、ガードマンがね、チャンネルガードマンがね、契約で、ちょっとまあ契約の問題とかがあって、理由は言えないけど、こう辞めてく人たち、ね、事務所辞めるみたいな話してますよね。ああ、自分もそうか。ただ呼び辞めるときに理由を言っちゃいけないっていう風にね、されて、同じようになってんだなって思いましたけどね、その YouTube の事務所とかを、ね、アイドルの事務所とかも同じなんだなっていう風に思ってます。はい、そこで、まあまあまあ、だから契約書とかも、実は、結構言ったりはしたんですが。で、簡潔に言うと、そこでもう一応その条件というか、まあ妥協案みたいな感じで、動画の権利、動画を他のところでも流していいっていう権利と動画をもらうことができれば、それで、まあ万事 OK というか、僕としてはね、まあ一応守ることはできたと。汗水垂らしてね、本当に夜中3時とかまで編集して、朝の6時に出てた動画ね、毎日死ぬ気だって、もう平日が地獄でしょうがなかったんですけどね、早く休日になれって思ったことを覚えてますよ。それでまあ辛い苦しい思いをしてね、頑張ったやつなのに。で、その事業がただ売れなかった場合ですよね、もう会社自体がなくなるってなった場合は、もう誰の手に渡るか分かんないですから。で、まあこのまま誰かに渡ってしまうと、まあまあ破産になるわけじゃないですか。破産ってことは、そのお金になるものっていうのは全部お金にして破産になりますから、当然 YouTube のそのチャンネルっていうものには資本としての価値はあります。で、それを誰かに売ってしまって、もう例え日側はできないと思います。その破産をね、整理する方がいらっしゃいますから、そういう仕事ありますので。で、その人が入ったら別に高く買ってくれるところに渡しちゃいますから、だから教育とか全く関係ないところに渡る可能性は全然ありますし、で、渡った時にね、全部動画消して全然全く新しいものから始めるっていう可能性もありますし、教育系のところが購入して全部有料化にするとかね、データはね、なんていう可能性だって全部あるわけですよ。わかんないですよ、これあくまでそういうことがあり得るということだから、早く止めないといけないんです。で、遅かれ早かれもうやってくるんですよ。もうだから本当に今月の話だと思ってて、急がなきゃいけないと。だから連絡をお願いしてるんですけど、一切来ないです。だから周りの人からもね、来たんだけど、まあ、元ただより関係者とかね、来たんだけど、いや一切来ないんですよ、返事という感じでございますので、ぜひとも、はい、お願いいたします。と、周りの方でもいいんで、よろしくお願いします。伝えてください。連絡を返して、まあ分かんないですけどね、向こうに弁護士がいて、その弁護士が返すなって言ってる可能性も全然あるので、はい、分かりませんか。はい、ということで、まあ今現状はこういう形です。その例えば訴えて動画をなくさせるんじゃなくて、逆です。動画を残すためにやってるので、はい、そこを勘違いしないでいただきたいと思います。だからそれで、いや残すために、うちのね、こっち側の弁護士の人たちも、残すためにそれ裁判しますかと。そんなでめちゃめちゃお金時間労力かかるのやりますって言われてて、そうだよなって思うんです。別にね、それでバンと儲けようなんて思ってもいないし、儲かることもないでしょうけど、ただやっぱ作ったあれらを消してしまうのはねっていうのがあるので、皆がもう見れなくなってしまうっていう状況をするのはどうなのかなって思ってやってるという感じになります。なので、その権利の方、他のチャンネルに置いておける権利をお願いいたします。まあ、その辺の OK だっていう話だったんですけどね、喋った時は。でもその後きちんと、書面でとかっていうところに行かなかったって感じです。はい、また分かりにくかった方はすいませんが、そういった形になります。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。